族とか仕事とかプライドとか恥じらいとかいろんなものを抱えているから男の人は素敵なんでしょうか。気づいているのかな、自分の魅力。資生堂アウスレーゼ。夢とか現実とか、綺麗なものとか汚いものとか、いろんなものを見つめているから男の人は優しいんでしょうか。